ヤブサは1型から2型、3型へと改良が重ねられた。この3型鋼はエンジンを水メタノール噴射式に換装した大戦末期の性能向上型である。三菱重工の傑作機海軍のゼロ戦もエンジンははやぶさと同型式の中島飛行機製を搭載している。はやぶさは3型に至ってゼロ戦に引けを取らない最大速度、航続距離、上昇性能を手に入れ、米英の新鋭戦闘機に立ち向かうことができた。武装は機首の 12.7 ミリ固定式機関砲が2門、その射撃精度は空の狙撃兵と呼ばれた97式譲りの高い命中率を誇った。最小限の武装にとどめて機体を軽くし、スピードを生かして敵戦闘機へ接近戦を仕掛け、至近距離から命中弾を浴びせるのがはやぶさの設計思想なのである。はやぶさには高い旋回能力を生み出すための特殊な機構が実装されている。超型空戦フラップである。フラップが生み出す揚力によって旋回半径を小さくすることが可能となり、熟練すれば格闘戦に非常に有効であった。はやぶさ3型鋼のエンジンは本来中島波115空冷星型複列14気筒エンジンである。出力は1150馬力。この新造機では中島製のエンジンではなく、アメリカのブラッド&ホイットニー社製 R1830 ツインワスプエンジンがプロペラともども転用されている。はやぶさと同じ空冷星型複列14気筒で、中島飛行機が設計の参考にした傑作エンジンだ。 R1830 ツインワスプは中島波115より直径が74ミリ大きい。そのためエンジン直径に合わせてカウリングはやや膨らんだ形状となっている。エンジンの冷却効果を高めるカウルフラップの下には水力式単排気管が配置されている。排気を後方に向けて噴出させることで、そのエネルギーを水力として利用し速度を向上させるロケット効果が得られる。はやぶさには陸軍戦闘機では初となる主客引き込み機構が採用された。ゼロ戦と違って車輪カバーがないのが特徴である。また機体の表面を平滑にする沈騰鋲が打たれ、極限まで空気抵抗を減らす配慮がなされている。原型機のコクピットは
当時の日本軍パイロットにさえ不評を買うほど狭いため、新造時に容積を 10% ほど大きく作り変えている。キャノピーは曲面プレキシグラス製の水滴型で、スライドして後方に開く。はやぶさは胴体内には燃料タンクがない。すべての燃料は主翼内に収まっており、被弾から火災が発生した時のパイロットの安全を考えての設計であった。